玉ねぎのおやきの完成でございます周りが香ばしくパリパリしていて中がジューシートロットロでもうとてつもなくうまいんですよねお腹が空いてきましたおはようございます幸せにりきりと書いて昴成ですはい今日はですね玉ねぎのおやきを作っていきたいと思いますこの料理すごく簡単でパリパリジューシーで本当に感動する仕上がりになっています是非お見逃しなくはいそれでは早速 作っていきましょうまずは生姜を洗っていきます。生姜を洗う時は上の方で作業をしてしまうと水が周りに飛び散りやすくなるので台よりも下の方で洗うようにしていきます。水分を拭き取ったら皮を剥いていきます。細かな作業をするときは小さい包丁のペティナイフを使うと作業がしやすくなります。皮が剥きやすいように出っ張っている部分を切っていきます。どうしても境目のところがうまく洗えていなかったりするので切った後に泥がついていたら再度洗っていきます。泥には食中毒品。 のセレウス菌などが付いていたりするのでお気を付けくださいおろし生姜などで少量しか使わない場合は使う部分だけを剥くことによって水分の蒸発を防いで傷みにくくなって持つ部分ができておろしやすくなります出っ張っている部分も通常の生姜として使うことができますバットの上に皮を剥くと後で一気にまとめて捨てやすくなりますそれならゴミ箱の上で皮を剥いた方が一番効率がいいと考えがちですが皮を剥いている最中に手が滑ってゴミ箱の中に玉ねぎを 落としてしてまままうリスクがががありすすののでででバットの上で剥いた方が確実な作業ができます今回は米酢を使っていきます。米酢は甘みと旨味が強くて味がまろやかで酸味の角が少ないので加熱をしない料理に向いていたりします。穀物酢はさっぱりしていてキレのある酸味になっています。熱を加える料理に向いていたりしますが癖がないので料理全般に使うことができます。おやきにつけるタレを作っていきます。 生合わせでも大丈夫ですが砂糖が溶けにくいので火にかけて砂糖を溶かして味にムラが出ないようにしていきます砂糖が溶けましたらボウルに移して生姜をおろしていきますボウルの下に濡れ布巾などを敷くことによって滑らずに安定して作業することができます 一箇所に集中しておろしていると偏ってしまうので形を見ながらまんべんなくおろしていきますこの生姜をおろす器具を使う場合は全体を使って生姜をおろしてしまうと生姜をボウルに落とす時に生姜がボウルからはみ出てしまうので中心の方だけでおろすようにしていきます生姜は食べる直前におろすことによって香りが飛ばずに生の風味と辛味を楽しむことができますタレを小皿に移しておきます念のためにタレの味見をしておきます味見は塩分、バランス、風味など いろんな角度から分析しないといけないので、決してふざけないでください。 作業台に対してまな板を平行に置くことによって食材を正確に切りやすくなります。まな板を置く位置は体から拳1個分ぐらい開けておくことで自然な姿勢で構えられるので疲れにくくなります。まずは玉ねぎの皮を剥いていきます。皮を剥くときは小さい包丁を使っていきます。芯をくり抜くときは包丁を長く持ってしまうと玉ねぎを貫通して手を怪我する恐れがありますので包丁を短く持って円錐になるように芯をくり抜いていきます。 あとは皮を包丁に引っ掛けながら皮を剥いていきます。頭の部分の皮は乾燥している境目と皮の境目があるので、まずは皮の境目ギリギリを切り落としていきます。ここからは動作が大きくなるので、大きい包丁の牛刀を使っていきます。あとは乾燥している部分だけを剥いていきます。こうやって包丁を引っ掛けて剥いたら乾燥した部分だけ剥けますし、形を整えたかったら切り込みを入れて剥くと綺麗に仕上がります。 半分に切って薄切りにしていきます。包丁の基本的な握り方は薬指と小指で包丁を固定して残りの親指、人差し指、中指を軽く添えるイメージになります。包丁をしっかり握ってずっと作業をしていると疲れやすくなるので力みすぎないのがポイントになります。この包丁の持ち方を握り型と言います。手首のスナップが効くので千切りなどを食材全般に使えます。次に包丁の柄の上の部分を同じように薬指と小指で固定して人差 指指を包丁の背に添えて、中指と親指を軽く添えます。この包丁の持ち方を指差し方と言います。この持ち方は刺身を切ったり薄切りにしたりと、精度高く繊細な作業に向いています。この指差し方は包丁を固定しやすいので、包丁の持ち方に慣れていないと、全部この持ち方になってしまいがちなんですけど、指差し方は柄の部分がこうやってはみ出す分、手首のスナップを効かせにくくなるので、早く滑らかに作業することが難しくなります。ですので、慣れて いないと最初は力の入れ方が難しいのですが基本は握り方で慣れて繊細な作業を指差し方でと使い分けられると素早く正確に作業することができます最後に途中まで指差し方と同じであとは親指と人差し指で包丁の刃を掴みますこの包丁の持ち方を押さえ方と言いますこの持ち方は力が入りやすく固定しやすいので主に硬い食材を切ったりするときに使ったりします包丁を置く位置は基本的に包丁の刃を奥に向けて まな板の中心の奥側に置きますカウンター商売で客席と厨房がフラットな場合はお客様の方に刃を向けると失礼に当たるのでその場合は刃を手前に向けたりします斜めに置いたりするとまな板を効率的に使いませんし手前に置いてしまうと包丁が足元に落ちて怪我をする恐れがありますのでお気を付けください玉ねぎの端っこの方をそのまままっすぐ切ってしまうと薄切りにすることができませんですのであらかじめ端っこの方にいくつか切り込みを入れて おくこここととにによってこうやっててうや薄切りすすることができます昔からよく食材に揃える手は猫の手でと教わったりしますが猫の手にしてしまうと指の第一関節と第二関節の面に包丁が当たって摩擦が大きくなってスムーズに作業することが難しくなってきますそれと指を横にしているので包丁を高く上げると指を怪我するリスクが高まるので思い切った作業ができなくなってスピード感がなくなりますですのでプロは猫の手ではなくてよく爪 爪で測ると言ったりするのですが指を軽く立てて中指の爪と第一関節人差し指の爪に包丁を当てながら切ったりしますこうすることによって摩擦も少なくなり指を軽く立てているので包丁を高く上げても指を怪我するリスクが下がって思い切った作業ができてスピード感を持って作業することができます薄切りにしていきますそのまま切り続けると薄切りが切れてみじん切りになったりするのでたまにこうやって端に寄せながら切っていきます包丁は真っ直ぐ すぐ下に落としても切れません押すか引くかすることによって初めて切ることができますまっすぐ下に落としても切れているように見えますがこれはどちらかといえば繊維が押しつぶされてちぎれているというイメージになりますですのでできるだけ刃渡りを使って包丁の刃全体で切っていきます刃元から切り始めて切っ先で切り終わるもしくは切っ先から切り始めて刃元で切り終わるイメージですね 最後の方になると細くなって安定しにくくなるので面が大きい方を下にして安定させながら切っていきます基本的に和食では包丁の切っ先を浮かせながら切って洋食では包丁の切っ先をつけたまま切ったりしますこれはお好みで大丈夫です食感にメリハリが出るので玉ねぎの厚さは神経質に揃えなくても大丈夫です 塩で下味をつけておきます。玉ねぎの量に対してボールが小さいと思い切って作業ができなくなってスピード感がなくなるので思いっきり混ぜれるように一回り大きいボールを使っていきます。小麦粉と米粉を入れて混ぜていきます。 同じ小麦粉でも、薄力粉、中力粉、強力粉がありますが、違いはわかりますでしょうか薄力粉、中力粉、強力粉の違いは、主にタンパク質であるグルテンの含有量にあります。薄力粉はグルテンの含有量が最も少なく、約8%から10%になります。軽くてふんわりした食感の料理や、サクサクした食感の料理に適しています。クッキーやケーキや天ぷらなどによく使用されます。中力粉はグルテンの含有量が約10% から12%で薄力粉と強力粉の中間になりますパンやうどんなど適度なコシや弾力が求められる料理に使われたりします強力粉はグルテン含有量が最も高く約12%から14%になりますしっかりとした食感の料理に適していますパンやピザなどコシの強いものを作る際によく使われますですので今回は薄力粉を使用していますそして米粉を少し加える理由は米粉は小麦粉に比べて粒子が細かいので食材の 表面にきめ細かく均一に付着しますこれによって焼いた時に綺麗な焼き色がついてサクサクとした食感になりますそして米粉は小麦粉とは異なりグルテンを形成しないのでもちもちとした食感にならずサクサクとした食感が強調されますちなみに米粉は小麦粉に比べて油を吸収しにくいのでヘルシーに仕上がります小麦粉で香りが良くなって米粉でサクサクになるというイメージですねグルテンは混ぜれば混ぜるほど弾力が出てしまうのでサクサク食感 仕上げるために軽く混ぜていきます粉類は油を吸収します油がないフライパンで食材を直焼きすると焦げやすくなりますし、まんべんなく火が当たりにくくなるので、少し多めの油を入れていきます。弱火から中火で火を通していきます。焼いたら油が切れやすいように、網付きのバット、もしくはキッチンペーパーを敷いた皿などを用意しておきます。フライパン全体に油を回したら玉ねぎを入れていきます。玉ねぎの量はお好みで大丈夫です。形を整えながら、厚さが均一になる ままんべんべなく伸ばしていきます薄く伸ばしたらサクサクになりやすいですし分厚くしたら外はサクサク中はジューシーになりやすくなりますしっかりと焼き目がつきましたら裏返していきます 裏返す時はフライパンの側面のカーブしている部分を使って裏返すと油が跳ねにくくなって上手に裏返すことができますあとは周りにこんがり焼き目がつきましたら完成になります 途中で油がなくなったら油を足して調整していきます。 フライパンを洗わずに連続で焼くことはできますが、焼いた残りカスがずっと残っていると焦げてしまうので、たまに残りかすをキッチンペーパーを使って取り除いてから焼くようにしていきます。分厚く作る場合は、爪楊枝を刺して生地がつかなくなったら完成になります。玉ねぎのお焼きの完成でございます。周りが香ばしくパリパリしていて、中がジューシーとろっとろで、もうとてつもなくうまいんですよね。お腹が空いてきました。いやー、めちゃくちゃうまそうですね。 いただきます。うんまなにこれもうめっちゃ肉うまいないみたい。こちらの玉ねぎのおやきは表面はパリッとしていて中身はジューシーで鼻から香ばしさが抜けて脂っこさをこのお酢が効いたタレが中和してくれるのでものすごく相性がいいですね。こちらの玉ねぎのおやきは後でゆっくりいただきます。いやー今日もめちゃくちゃ美味しかったです。食材に感謝。 ごちそうさまでした。はい、それでは。 玉ねぎのおやき。いかがだったでしょうか何かに挑戦している時に大切なのが、大前提で自分がどういう考えを持っているかが大切になってきます。というのも、例えば、だし巻き卵の練習をするときに、自分のイメージでは3回ぐらい練習したらうまくなるだろうと考えていたとします。そうすると、3回練習してうまくいかなかったら、心が折れて諦めて、4回目の挑戦をやめて、だし巻き卵を負けるようになりません。では、自分の中にどういう考え方を持っておけばいいのか 基本的に努力は報われない。だから、報われるまで努力する。エジソンだって、1万回失敗して成功にたどり着いている。一般的に画家の障害作品数は、多くても数百数千ぐらいなのに、ピカソは約15万点の作品を残している。AKB を作った秋元康さんだって、打率を上げるより打席数を上げろ。つまり、より多くの作品を作れと言っている。僕たちが、なんとなく才能で成功していると思っている人たちが、実は数字を分析したら、努力の だったことが見てわかりますもちろん、好きで得意なことをやる前提だったりしますが、それにしてもうまくいってる人たちは、途中で心が折れずに、うまくいくまで挑戦し続けた人たちです。こうやって自分の中に、転ばぬ先の杖的な考え方を何個も持っておくと、たとえ困難が立ちはだかったとしても乗り越えることができます。エジソンやピカソが、偉人すぎてしっくり来なかったら、しっくり来る人や考え方をイメージするといいと思います。そういえば、上司が100回練習してうまくいったって言ってたな。これが頭 に入っているだけでもじゃあ50回失敗するなんて通過点だとなって3回の失敗なんて楽に乗り越えることができたりします人は可能性が見えていると困難を乗り越えることができます頭の中を可能性で溢れさせて楽しんで挑戦していきたいものですねこの動画が良かったらぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします今日もご視聴ありがとうございました